はい、皆さんこんにちは。ワンダリーグルビッシュです。では今回は、信長の野望、太子、真田幸村プレイの続きをやっていきましょう。長宗我部家との戦いの続きになるんですけども、一旦ですね、取った城に武将の配属とですね、あと歩兵も完了させた状態に今なっています。で、前線に、例えばこの犀賀手取り、画面の左に映っている犀賀手取り、この辺りには優秀な武将を配置ということで、前線になる場所が少しずつね、当然変わってくるので、その前線に優秀な武将を配置しています。で、犀賀手取りなんかには武田信玄信虎、この辺りを配置したりしていますので、引き続きですね、優位に対長宗我部戦進められるように頑張っていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。今早雲が武部山にいるので、この武部山で津軽ための部隊と戦うぐらいだったら、目的地を野千世山に変えてしまった方がいいかな。ただ野千世山の場合でも合戦場がどうだろう、津軽ための部隊と戦闘になった場合、戦場の上限1万1000に対して敵の方に陣を取られてしまうというところになるので、合戦場所を変えた方が良さそうですね。こちらが優位に戦えるところが絶対的にいいと思うので、そうすると総雲隊はここで待機だな。行くぞ、進め。で、敵を迎え撃つ形にしましょう。で、高槻城は取りたいものの、今高槻に軍勢を出す余裕がないので、新たにどうしようかな。八神城、いや違うな、三木城に向けて節制の軍勢5万を出しましょうか。で、この5万の軍勢が動いている間に、この家康隊、これを高槻に派遣していきましょう。この高槻に敵の増援は多分ない、いや来るな。これは秀吉隊1万7000が来るんだな。であれば、あえて秀吉隊と戦いに及ぶぐらいだったら洲本城の方に行きましょう。都会準備のために淡路を取ります。で、信長はこのまま在城させて、ライレンもこのまま在場ですね。で、節制が来るのを待ちます。待機せよ。ここで負けちゃうのか。合戦ではね、今確実にこちらが陣がある状態なのかなと思ったんですが、津軽為信自体がかなり強いですからね。津軽為信と戦うのは得策ではなかったのかもしれないですが、おっと、為信隊が来るか。そしたらここは一旦救援を出した方が良さそうですね。信長の軍勢を救援として差し向けましょう。津軽隊を撃破しておけば中国地方接見するのに、まあ、だいぶ余裕が出てくるんじゃないかなと思いますんで、報告いたします。ここは信長隊で撃破しに向かいます。と、その前にまずはいつもの軍馬の購入と鉄砲の購入をしておきましょう。ありがとうございました。で、信長この5万を救援に向けましょう。ただここは救援に向かったもののどうなんでしょうね。敵の方に陣がある状態で戦うのかちょっと危険だけど、まあここはしょうがないですね。城を奪われるぐらいだったら確実に救援に行った方がいいでしょう。で、野千世山はどうなんだろう。新たに軍を起こして野千世山を叩く軍勢を出した方がいいのかな。信玄隊、
3万8000。松永久秀も5万4000集めてくるのか。これまともに5万4000の軍勢、しかも松永久秀とぶつかるのは得策じゃないですよね。やめましょう。まずは、摂斎の軍が到着するのを待ちます。津軽隊に勝てるかどうかだな。もし津軽隊に負けるっていうことになるとちょっと厄介なので、ライレンを有岡城まで進めておきましょう。で、御坊には摂斎の軍が今集結中なので、まあ、その2体を持って津軽隊を倒すという戦いになりそうですね。では津軽隊は陣を持っているので、ここは合戦に対して指揮を取っていきましょう。敵の方はというと、まずは強力なところで言うと、小早川高景、長宗我部国近、長尾正景、末、丹羽長秀、なかなかに強力ですね。ただ味方の方も、まあ、引けは取らないような軍構成にもなっていて、数正信春、馬場信春ですね、さらに信秀、信近、この辺りまでは全く問題ないというか、かなり強力ですね。で、その下、まあ、勘助はまあまあだと思うんですが、小笠原、小山田、で信兼はちょっと厳しいかなというところですね。じゃあ今キツツキ戦法で向かっているので、まあ基本はキツツキ戦法でいきますか。ただキツツキ隊は足の速い部隊にする必要があるので、キツツキ隊は騎馬隊に編成し直しましょう。さあ、このキツツキ戦法が決まるかどうかだな。始めるぞ。機体が到着するまであと5ターンと言ってるんで、5ターンの間に味方の軍勢をある程度前に進めておく必要がありますよね。始めよ。行くぞ。まあ、キツツキ戦法はね、海津城に入った、まあ諸説あると思うんですが、武田軍2万のうち1万3000を最初山にこもる上杉軍の背後に回り込ませて、背後から吸収したところ、まあ慌てて山を降りてきた上杉軍を海津城の信玄軍7000と攻撃するっていう作戦だったと思うんですけど、でもぶっちゃけどうなんでしょうね。結局そのまあ2つあると思うんですけど、1つが別動隊の方が1万3000。つまり軍勢が多いっていうのも、ちょっと別動隊としてどうなのかな。別動隊ってどっちかっていうと機動力が必要そうなんで、少数精鋭の別動隊のイメージがあるんですが、まあ、ここ、1万3000の軍勢で最上山を吸収したっていうと、あとは、上杉軍が山を降りてくるのかって話ですよね。山の上にこもって迎撃した方が明らかに有利なんじゃないかなとは思うんで、まあ、そのあたりがね、ちょっとどうなのかなっていう気はしますけど。さあ、敵の軍勢とぶつかり始めたので、ここはなんとか別動隊の到着を待ちましょう。覚悟しろ、下中。覚悟しろ、下中。行け。さてがございます。浅はかなり、この策で
今別動隊が別動隊として動いているので、まあその通りなんですけど、結局敵がね数が多い、部隊数が多い中で戦うことになるので、これはなんかやばそうな感じがするな。まずは小山田信重隊、これ突撃するよりは下がった方がいいね。敵の方が明らかに士気が高いので。始めるぞ。我が策、ご覧ください。撃て。ご存知、お聞きくだされ。撃て。この策で勝利をつかむ。撃て。あとは津軽隊を殲滅しちゃうというのも手ではありますよね。始めるぞ。この策で敵を欺くか。覚悟せよ。早いな、勘助の部隊撤退か。これ、キツツキ戦法発動する前に戦力戦意ゲージかがゼロにされる可能性があるな。一旦引こう。国近の部隊、いや、信近の部隊も撤退だな。勝利をつかむ。いや、陣がないっていうだけでかなり不利だな。あとはこのキツツキ戦法に関して言うと、別動隊が到着する前に味方が壊滅してしまうっていうね。やっぱり部隊数が少ないんで、陣を進めるよりかはその場で待機してボタンをやり過ごした方が良かったのかもしれないですね。これ多分持たないんじゃないかな。そうですね、やられちゃいましたね。まあ、津軽隊の前に信長の5万を失ったか。ちょっと不甲斐ない戦いでしたね。しかもほとんど津軽隊を削れなかった。あとは少しずつですけど、兵糧が在庫というかね、蓄えてる分が減ってきてしまっているかなという感じがあるので、そのあたりも少し考慮しながら軍の引き際も考えていった方がいいかもしれませんね。まずはこの軍馬の取引量増加中は入れましょう。まあ買っていってますからね。であとは兵糧系だな。洪水とかが起きた時のためにちょっとでも被害を抑える、そういう施策も行っておきますか。で金の方が余ってきてるので、ここまで来たら兵糧を買っていく。とはいえ兵糧の買える量が知れてるな。ありがとうございました。この辺りでね、いつとのことを上曽我部の方から和睦したいって言ってきてくれると助かるんだけどな。
洲本城は取りましたね。洲本城にいる2万の家康軍を一旦開兵させましょう。で、兵力の回復をした後再び家康には戻ってきてもらいたいので、一旦洲本城を取った家康軍は開兵して、三木城もおそらく摂西が取ると思うんで、問題はこの津軽隊だな。この津軽隊が邪魔くさくてしょうがない。この津軽隊をなんとか撃破しておきたいんで、これを雷連の矢上城攻めで津軽隊をおびき寄せましょう。ちょっと待ってね、三好隊がどっちに行くかだ。三好隊は三木城に行くかと思いきや、矢上城に戻ってきますね。こちらにいる三好長慶隊で、代わりに津軽隊が有岡城にやってくると。これ有岡城を奪われるのは嫌だな。そうなると有岡城に兵を出していかなきゃいけないものの、兵を出す余地がないんじゃないかな。ちょっと確認しましょう。取引を行いましょう。ありがとうございました。取り計らいます。取り計らいます。まずは三木城から見ていきます。三木城は摂西隊3万が囲んでいるので、まあ落城させることができるでしょうと。で、矢上城に津軽隊をおびき寄せるために攻め入った雷連の部隊なんですが、これが三好長慶隊が戻ってくるので、矢上城でおそらく五詰め決戦になるんじゃないかと思います。で、問題はこの津軽ための部隊なんですが、これ有岡城に向けて進軍する構えなので、この有岡城に部隊を集結させましょう。で、これ信長軍か。今度こそリベンジしてもらおう。信長軍持ってくれればいいなというところですね。まあ、こちらの家臣にならない武将たちは死んでもらいましょう。で、矢上城は今囲んでいる雷連の部隊2万5000で落とせるんじゃないかなと思うので、問題はこの津軽隊だな。この津軽隊にいいようにやられてるからな。城外決戦に打って出るにはちょっと部隊数3万に対して有岡城の牢城兵1万なので、このまま五詰め決戦をする前に牢城戦でこっちから打って出るとかなりやばいので、ここは一旦有岡城我慢しましょう。で、信長軍5万がやってくるので、この信長軍5万で津軽隊に対して決戦を挑むという形で進めていきます。よし、三木城を落としましたね。手はず通りです。じゃあ三木城にいる部隊をこれ黒井城に向けて進撃させていきます。出陣する。いや、本当にそろそろさ交渉したいんだけど。あ、今なら交渉乗ってくれるな。一旦上座壁に対しては講和をしましょう。これ1ヶ月以上かかるので、この1ヶ月の間に摂西の部隊で黒井城を落としましょう。で、矢上城も力攻めにしてしまって落としてしまおう。で、問題はこの有岡城が持ちこたえられるかどうかだな。まあ、士気はそれなりに高く、かつ五詰め決戦用の部隊も送ったので、これでなんとかなるだろう。よし、信長勝つよね、ここは。そしたら信長は城を取り返しに向かってもらおう。俺に続け。我らの勝ちよ。勝ちの血を。よし、矢上城が取ってね。じゃあ、今のうちにどんどん城を講和する直前まで城を取り切れれば一番いいんで、雷連の部隊はこのまま武部山に進んでもらおう。進め。取れるだけ城を取るっていうね、そういう作戦です。今動いているのは雷連、摂西、信長、この3部隊なので、この3部隊で城を取れるだけ取ります。一人たりとも逃すな。
信長はじゃあここ力攻めにして秀吉隊を迎え撃つ。いや、秀吉隊はどこに向かうかというと、あ、景勝捕まえたな。景勝は味方に引き入れたかったけどな。まあただ敵として残る方がめんどくさいので景勝も処刑します。無念だ。で問題はですね、武部山に秀吉が向かっていってるわけだな。で雷連はこれ先にどっちつくかだな。このまま行けば雷連のが先につくので、雷連で武部山を落としましょう。で雪斎は黒井城を力攻めに。で信長39,000、まあ約40,000ですね。これをなんとか弓木城まで運びましょう。で弓木城まで進めれば弓木城を力攻めにする。まだこうは成り立たないでほしいな。報告いたします。先月の終始です。まあ兵糧もねなんとか持ちそうですね。ちょっと一瞬兵糧大丈夫かなと思う瞬間もあったんですが、もう今夏6月なので9月の兵糧が入ってくる季節までカウントダウンが始まっているので大丈夫だと思います。よし、黒い城を取ったね。黒い城を取った雷連の部隊はまあちょっと時間的に厳しいかもしれないんですが、ここはこの隅城ではなく武田城に向かいましょう。出陣する。で信長 VS 秀吉だけど、ここは確実に信長が勝てるのでそのまま放置。逃げ道を残すな。雷連の部隊はここは力攻めにします。前田利政ですね。そしたら雪斎の部隊はここ力攻めにしていきましょう。で雷連はこの後この隅城に向かうんだったら後瀬山、皆の者我に続け。城が取り囲まれました。うん、まずいな。三木城が取られる。せっかく取った三木城を取られるわけにはいかないものの、今そっちに軍を割く余裕がないからな。まあ結果的に一つの城を失ったとしても、こちらがそれ以上に城を奪えばプラスマイナスで言えばプラスになるんであればいいんですが、雪斎は力攻め武田城してるよね今。で弓木城を信長はここは力攻めにしてもらいたい。で雷連が後瀬山に間に合うかどうかですね。三木城にいるわずかな手勢ではどうにもならないので、かつ武将まだ入れてないんですよね。三木城には一応増援を出しましょう。遅れを取る。ま、間に合わないとは思うんですが、この城よし武田城を取ったな。そしたらこの武田城の部隊を、まあ、雷連ですね、雷連を、まあ、ダメ元で三木城に派遣しましょう。で信長はここを力攻めに。雷連が武部山に間に合うかどうかですね。ここはのタイミング的に三木城が取りましたね。姫路に到着する頃には講和条件が整っているんじゃないかなと思うんですが、報告いたします。
月の終始です。今回はだいぶ戦いを有利に進めてきているので、このタイミングでね、講和ができれば一番いいんですけどね。なるほど、なるほど、これにて表情を終わります。さあ、ここはじゃあ雪対策、豪雪対策を入れておきましょう。農業系がこれでもう全部使い切っちゃった感じかな。で、鉄砲徴収を入れて、さらに城下町支援を入れます。これで今打てる施策はほぼほぼ全部打った形になりますね。取引を行いましょう。かしこまりました。じゃあ軍馬と鉄砲を買っていきましょう。ありがとうございました。で、ちょっと心配な二騎城の様子と、あとはこの隅城の信長、ライレの竹部屋、ここが間に合うかどうかですね。包囲せよ。よし、切磋は間に合ったか。まあ、切磋で二騎城救援できたね。救援したので、切磋はとりあえず三騎城に待機、講和が整うまでは待機させましょう。無念。これバリバリ殺してるけどさ、こういう状態でも一応その講和としては進んでいくでいいのかな。信長はこの隅城へと進路を変えます。で、竹部山を攻めている雷連は力攻めに変えましょう。城が取り囲まれました。弓騎城が危ないのか。待機せ。戦国久秀の息子で合ってるかなが雇用できましたね。そしたらどうしようかな。ここは弓騎城の救援に向かおう。一応で、講和はちゃんと進んでいるのかどうかっていう確認はしといな。交渉持ちかけていますになってるよね今。であれば、そろそろ講和がむしろ成り立ってほしいタイミングにはなるんで、講和が成り立つまでの間耐えましょう。小山田信重隊はもう騎乗させておいていいかな。で、切磋も一度もう騎乗させよう。この7000では敵の軍勢に相対することは難しいので、そうすると今生きている部隊は後瀬山を攻略した雷連、あとは信長の軍勢3万ですね。で、信長の軍勢3万、これは弓騎城への救援で、雷連は後瀬山で松永秀隊15000、これを迎え撃ちましょう。上祖壁からの交渉が来たね。ここは一旦講和をしちゃいましょう。まあ、金銭戦っていうのは合ってないようなものなんですが、ここは一旦兵を休ませたいというのと、戻るぞ、兵を再徴収したいという、まあ、2つの理由から講和を飲みましょう。戻るぞ。これで今展開中の部隊はなくなりましたね。報告いたします。そしたらいい時間になってきましたので、一旦ここまでにさせていただこうかなと思うんですが、その前に一旦ですね、ちょっと勢力図を見ておきましょう。基本的に北陸、関東、この辺りはまあそれぞれ、まあ、佐竹だったり上杉だったり、あるいは安藤、最上、あとは兄信行なんかが治めているんですが、緑になっているところは基本同盟国になってます。で、その他でいうと中国地方から四国の上祖壁、あとは、まあ、島津ですね、鹿児島の島津、あとは、まあ、九州の大体3分の2ぐらいを治めている龍蔵寺があるんですが、まあ、ここは上祖壁を倒せば天下は決まるというところになるので、今後の展開なんですが、まずですね、淡路を取ったので、淡路から四国への渡海作戦、これが一つですね。で、あとは今中国地方を攻めていたと思うので、中国地方にいる
主力部隊をさらに西へと進めていくという形になるかなと思います。じゃあ次回はですね、この続きをまたプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。